先ほどバイデン次期米国大統領と初めて電話会談を行い、当次期大統領および女性初となるハリス次期副大統領の選出に祝意を伝えました。バイデン次期大統領からは、日米安保条約5条の尖閣諸島への適用についてコミットメント、そのする旨の表明があり、日米同盟の強化、またインド太平洋地域の平和と安定に向けて協力をしていくことを楽しみにしていく旨の発言がありました。またコロナ対策や気候変動問題といった国際社会共通の課題についても日米で共に連携をしていくことで一致しました。拉致問題への協力も私から要請をいたしました。バイデン次期大統領とともに日米同盟の強化に向けた取り組みを進めていく上で大変意義のある電話会談であったというふうに思います。